では、ラジオ深夜便1時台、今日は海から学んだことというテーマで、海洋冒険家の白石康次郎さんにお話を伺います。白石康次郎さんは昭和42年の生まれ、ヨットでいくつもの記録を成し遂げている方です。26歳の時、6ヶ月かけてヨットで単独無寄港世界一周を達成しました。その後、平成15年、単独世界一周ヨットレースに出場され、4位でゴールしています。また、おととし平成19年には、この単独世界一周ヨットレースで2位になりました。では、白石康次郎さんのお話、海から学んだことをどうぞお聞きください。白石さん、ようこそお越しくださいました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、こんばんは。よろしくお願いします。白いシャツが眩しい感じ昭和42年のお生まれ、はい、今42歳になったばかり。そうですね、後役ですね。今年いっぱい頑張り、気をつけて頑張りますよ。ヨットで本当に数々の世界的な記録を打ち立てていらっしゃる方なんですね、はい。まずは26歳の時、はい、平成5年1993年の10月からなんと翌年、うん、平成6年1994年の3月まで6ヶ月もかけて単独で無寄港だからどこにも立ち寄らず、はい、世界一周を達成なさったと、はい、これはその時の世界最年少記録であった。そうですね、26歳で、要するに一人でどこにも寄らない で船も自分で作ってで世界一周してきたんですね。ご自分で船も作って。作りましたね。で176日かかったかな。じゃあそういう手作りの船で、そしてたった一人で、はい、でもその6ヶ月間っていうのは大変辛い期間でしょうね、はい。しかもね、赤道行ったり南極の前走ったり、いろんな気象条件があって、はい、本当に大変いい修行でしたね。修行ですか、うん。そしてその後平成15年2003年ですね、はい、単独世界一周ヨットレースに出場、はい、でその時は4位でゴール。そうですね、いろいろヨットの長さによってクラスがあるということなんですけれども、大きい方が早いんですよやっぱり、はい、でクラス2といってね、ちょっと小さめっても50フィート、はい、15メーターですね、日本の中で大きい船なんですけども、その、まあ、クラス2というので4位になりましたね。そしてその後、うん、平成19年、はい、ですから2年前ですね、はい、その時は大きめの方のヨット で、はい、そうですね、これはトップクラスですね。クラス1といって一番大きいクラスはまだ誰も出たことがなかったんですね、はい。じゃこちらが、日本もちろんアジアでも初めてという、はい、その単独世界一周ヨットレースですね、うんうん、どういうようなレースなんですか。世界的にヨットっていうのはヨーロッパ諸国が主なんですね、まあ、大航海時代の延長ですね。イギリスはかつて帆船で世界を征服したわけですから、でそれがスポーツになって、で1982年に第1回の単独世界一周ヨットレースですね、はい、で僕高校生の頃それテレビで見ててね、はい、びっくりして、あ、こんなレースがあるんだと。でもう一つ衝撃だったのが、ちっちゃいクラスで優勝したのは多田裕子さん、日本人で、その先生ですね。そう、僕の後にヨットの秘書さんになる人なんですけどね。でそれ見てですね、びっくりしてね、なんていうかな、まあなかなか日本には馴染みはないんですけど、ヨーロッパの方ではとても盛んなヨットレースですね。出場される方というのは、うん、たくさんいらっしゃるんですか。そうですね、フランスを中心とした感じになりますね。でも出たい人はね、たくさんいるんですよ。で前回 のクラス1出場した時にも1年前に集まったのが25、6人集まったんですね。スタートしたいですよと。でまあレース説明会にで実際にスタート切れたのがね、スタート地点に集まったのが8人で、スタート切れたのが7人、帰ってきたのが4人ですからね、うん、だからまあスタート出るまでで半分以下になって、スタート出てから帰るまでにまた半分になるっていう、
それで過酷なもんですね。出航されたのが、うん、ヨーロッパからですね。そうですね。前回のクラサンはスペインのビルバオというところですね。はい。それでずっと南の方に行って、そうです。赤道を通過して、まずアフリカをこう回り込むんですね。はい。だいたい東回りです。なぜかというと、南極の回るとき、東回りのが風がいいんですね。おで、前回はスペインを出て、最初の寄港地がオーストラリアのフリーマントルっていうところだったんですね。はい、で、今度は、このフリーマン、パースからですね、はい、はい、オーストラリアから一気に南極を半周します。ちょうど半周なんですよ。はい。で、ホーム岬って南米の先端を通って、南米と南極の間を通って、ブラジルを越えて、赤道を越えて、アメリカのノーフォークという、はい、東海岸ですね。これは長いんですね。今度60日ぐらいかかりましたね。で、今度はアメリカから大西洋を縦断して、またスペインまで戻るという、はい、まあ、地球を東に回る感じですね。だから、スタートからゴールまで半年。そうですね。かかりますね。はいはい。レース半年ぐらいかかりますね。それ、たった一人でずっと、ヨットを操作していらっしゃる。大変ですね。もう聞いただけでも大変そうという。まあね、でも、まあみんな、自分でね、夢を持って、志を持ってやってるんで、まあそれは大変は大変なんですけども、納得のいく大変さですね。その、ほぼ7ヶ月の間、寄っていいところって、2回、ね、その場所も決まっている。はいはい、前回は、毎回変わるんですけどもね。前回は、オーストラリアと、アメリカと。非常に少なかったです。いつもはね、3回か4回寄るんですけども、今回は2ストップでやりましたんで。他のその戦ってる相手がどの辺にどうあるっていうことはもうよくわかるものなんですか？うん、はい。実際ね、見えないんですよ。海はね、そんなに距離離れちゃうともう見えなくなってしまうので、ただ、毎日4回の、メールですね、今で言うね。それが入ってきて。はい。誰がどこにどのように走ってるかというのは毎回わかるようなんですね。あ、はい、そういうような文明の力といいますか、うん、はい、そういったものでこういろいろなニュースや何かは知ることができる、うんうん、そうです。それはねつい最近の話ですね、はい、で僕なんかまだ学生の頃は六分儀って言ったのは積スタントですね。太陽で星を測ってポジションを出してたんですよ、はい。で、今、GPS といってグローバルポジショニングシステムですね。はい、それが、そうだな、15、6年前にやっと入ってきて、今ではもう当たり前になったんで、はい、で、しかも衛星通信というね、はい、もう携帯もつながるし、だからだいぶナビゲーション的には情報がかなり多くなってきましたね。はい。うん、まあ、そういった、こう自分の位置の確認や何かは、そういうナビゲーションシステムでもわかるし、うん、 そうですね、はい、そして、知ってる方とも、まあ、携帯のその衛星回線を使って、お話もできるしという。そうですね。はあ、でもそれは、2年前のレースの時のことで、うん、そうですね、最初にそれこそ、世界一周の最年少記録を作られた、うん、はい、もう今から十何年も前のは、はい、もちろんそんなことは、望むべくもなかった。ないし、だから更新手段はね、アマチュア無線だけだったんですよ。だから、地球の裏側行っちゃうと、日本と全く音信不通でした、2ヶ月ぐらい。会場で、ラジオを聞いたり、音楽を聞いたりというようなことは、はい、そうですよ、なさっていたと。だからね、ラジオ深夜便もね、聞いてましたよ。ラジオ国際放送ってあるんですよ。はい。これはね、外国じゃ地球全体くるんでてね、だから唯一僕が情報源取れるのは短波ラジオですね。はい。その国際放送を聞くことがね、楽しみでね、あんなにNHK の紅白歌合戦を真剣に聞いたの初めてですね。のど自慢、日曜日はね、のど自慢があって、相撲中継があってね、あとね、そう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 。紅白歌合戦の時は、世界の電波を制しますね、NHK は。おぉ。あらゆるチャンネルで入ってくるの。それね、紅白だけ。すごかったですよ。はい。世界の NHK でしたね。だから年末年始もやっぱり、ね、普段は違う番組が、例えば流れてる時間も。そう、外国放送が入るところも。ええー。だからね、高橋修行先生の俳句教室とかね。俳句をね、俳句を作りましたよ。本当に NHK さんにはね、大変ラジオにはね、お世話になってますよ。はい、うん。だからそれこそ、半年がかりのレース、あるいはそういう半年がかりの冒険だと、うん、お正月を迎えるのも海の上というようなことになるわけですね。そう、そういう数々の冒険、数々の体験を海でなさっていらっしゃる、その白石さんですね。もう、例えば、今思い出す海の風景と言いますと、うんうん、前回はね、
南極海を走ってたんですね。南極の場合寒いですよ。もう氷山もあるかもしれないし、でもね、ある時ね、ものすごく天気のいい日があったの。これ珍しかったんですね。で、空にはね、満天の星輝くんですよ。ですが、皆さんの見てる星とは違うんですね。南半球ですから、だから北斗指定があってどうのこうじゃないんです。オリオン座ね、しかも逆さまになってます。ひっくり返ってます。で、天頂に南十字星ね。はい。とか、サソリ座がね、天の高いところにあるんですよ。で、きれいだなと思ってね、夕暮れね、ものすごいこう三角形のキラキラする風景があったんですね。火山の本当に噴火かと思ったんですよ、真っ赤な。それがなんとね、マクノート彗星っていうね、ほうき星だったんですよ。ハレー彗星より大きいって言われて、南半球でよく見えたんですけど、多分日本ではなかなか見えなかったと思うんですが、ブワーッと夕方ね、本当に長い尾っぽ、本当にほうき星でしたね。で、どんどん暗くなったらね、今度ね、薄く曇ってきたんですよ、はい、で、その雲がね、緑に光り出したんですよ。オーロラだから、空には満天の星でしょ、南十字星とかね。で、オーロラがね、日本のね、カーテンのようなオーロラが光って、その裏にはね、マクノート彗星ってほうき星がブワーって輝いてたんですよ、はい、本当に本物の宇宙のなんていうかな、凄さ、美しさを感じましたね。俺はすごかったですよ。しかもそれを白石さん独り占めみたいな。そう。で、それはそれは、そういうこう、例えば赤道ではね、風の、赤道無風帯って風のないとこがあってね、本当にね、もう、一切波が立たないんですよ。さざ波一つ立たないんですね。そうしますとね、もう本当油を引いたような感じになるんですよ。で、海にね、顔が映ります。鏡です、まさに。で、夜になるとね、やっぱり満天の星、明かりがないからね。で、180度ですから、あ、要するにビルとか家とかないか、山もないから、水平線から水平線まで見えるんですね。で、それだけ投げたとね、180度満天の星が全部海に映るんですよ。鏡になってるから。だからね、180度ではなくて360度なんですよ。で、宇宙船で宇宙遊泳してるような、そんな感じになるんですね。だからもうそれ見た時にね、宇宙の中にいるんだと、宇宙の中に生かされてるんだっていうことを実感できるんですね。それはそれ綺麗で素晴らしかったですよ。怖い体験の風景と言いますと、うんうんうん、例えばどんなことか。そうですね、さっき言った南極の周り、南氷っていうのはものすごい荒れるんですよ。で、波が高くてですね、だから時にはもうほんと10メートル。で、時には三角波になると20メーター、30メーターに波が成長するんで、ほんとビルですよ。いや、山なんですね。で、それでも何度かね、ひっくり返りましたし、横倒しなんかもうしょっちゅうでしたから、逆さまになったの一回ありましたね。それで、どんな風に元に戻すわけですか？基本的に人間の力じゃ戻らないんですね。まあ、最初からひっくり返ることを前提に船を作っていきますので、かなり船は安全なんですけどね。まあ、でもね、本で読むのと体験するのとえらい違いでしたね。ものすごい迫力ありました、ひっくり返った時は。もうガシャガシャガシャっつってね、全部ひっくり返りましたからね、うん、ヨットのお腹っていうのはね、羽みたいなのが入ってるんですよ。で、重りがついてるんですね。だから僕の船で、ね、2トンぐらい重りがついてるんですよ。だからこう、だるまさんと一緒で、ひっくり返っても、まあ、元には戻るようになってるんですけどね。まあ、幸い、その時はマストもね、セールも無事でしたんでね、非常にラッキーでしたね。うん。最悪戻んなかったら、マストを切れば、パーンと戻りますからね。うん。でも、レースは全然ね、ダメだし、もう、リタイアとか SOS に近い状態ですから。うん。その、ヨットの高さって、はい、どのくらいの高さなんですか？ヨットの大きさがね、はい、幅が大体ね、ちょうどバス2台分あるんですよ。バスの2台分。そう、5.56メーター。はい、で、長さはね、バス2台分ちょっとかけるぐらいです。はい。で、ものすごく大きいんですよ。で、マストの高さがね、28メーター。9階建てぐらい。あ、じゃあかなり高さはもう見上げるほど高いんですね。はい、メインセールでね、70坪ぐらいありますからね。坪数で言うと。でも巨大なセールをたった一人で上げなきゃいけないんですよ。あ、じゃあ上り下りも大変ですね、うん、そうもう大変、全部人力で一人でやんなきゃいけないんで、そのセールも200キロぐらいありますからね、それを一人で一番上まで上げなきゃいけないんで大変ですね。ただそういう荒れた海で激しい波が来ると、うん、もう同じような高さのものがどんと
来る場合もあると、はい、うん、でね、いつ氷山にぶつかるか分かんないしね、もう危険を言ったらもうキリがないですね。もうじゃあ本当にご自身でもこれはと思うような、うん、その命と光のような体験は何度も、うん、なさってるんですか？何度もっていうか、出航してから入港するまではヨットで一番簡単なことってのは死ぬことなんですよ。足滑らせたらもう死にますからね。だから要するに何て言うかな、生きなきゃダメなんですね、はい、レースをするまでまず生き抜くことですね、うん、その勝ち負けの前に生き死にがあるんですね、はい、要するに生きなきゃいけないんですね。黙ってたら死んじゃうんですね。うーん、どういう気象条件になるのか、どういうことが起こるのか、うん、もう予測がなかなかつかないってことですね。そうだね、不特定多数要素が多いですから、あらゆる場面にパパッと変化させていかなきゃいけないんですね、うん、それが一番大切ですね。だから嫌でも命っていうものと向き合うことになるわけですね。そうそうです。だからこう、まあ自然とね、死生観みたいなものをしっかり持ってやるということが大切ですね、うん、さあ、そういう白石さんが海と出会ったのが、もともとお生まれは東京で、そうなんです、育ちは鎌倉ということで、はいはい、本当に海に近いところで幼少期を過ごされているという、うんうんうん、幼少期ってほどでもないですけどね、はい、花垂らして遊んでおりました。いやもう海が大好きだったんですか？そう、だから幼稚園の頃初めて、まあ、鎌倉ですね、神奈川県の鎌倉、海が近くて、で自転車でね、友達と遊び行って、やっぱその大きさに圧倒されましたね。あ、大きいなと思ってね。で、いつの日かね、この水平線の向こうに何があるんだろうと思い出すんですよ。何があるんだろうと。ねえ、アメリカやハワイがあるとは聞いてたけども、実際行ったことはないですからね。はい、よしと。この海を越えて、その先を見ていこうと。で、友達がね、冗談半分に、お前白石、地球丸いからな、このままずっとまっすぐ行くとまた元のとこ戻っていくんだって言うんですよ。で、僕はね、冗談じゃなかった、そりゃそうだなと、お前の言う通りだと、やってみようと。で、大きくなったらね、船に乗ってこの海を越えてみたいっていうのが僕の夢なんですね、うん、それ未だに変わらないですよ。それで高校は水産高校、うん、そうです、そうです、という選択をなさって、はいはい、で、船乗りになろうと思って、で、水産高校行ったんですね。で、どうでしたか、実際にその高校で体験なさったことというのは。初めて乗った航海が、普通実習船っていうとね、日本丸とか海洋丸とか帆船のかっこいいのを想像するんですけどね、僕の実習船、マグロ船だったんですよ。あ、漁船そう、マグロハイナー漁船なんですよ。だから3年生だとハワイに行けるわけ、はあ、ただマグロ50トン釣らなきゃハワイ行けないの。え、どういうことですか？50トン釣るんですよ、漁をするんですよ、はあ、で50トン釣って満船にしてね、そしてハワイに入港できるんですね、はあ、まあ、それかサメに食われて緊急入港するかどっちかなんですけどね。いや、そうだからその漁船でマグロを釣るのも実習になって、うん、もちろんもちろん、それをある程度目標の50トン釣ったら、そしたら、ハワイに、まあ、寄る余裕といいますか、まあ、ご褒美といいますか。だからハワイ行くまで安直に笑っていったわけじゃなくてね、2ヶ月半かかってるんですから、毎日毎日マグロ釣ってね、うん、でそれも大変でしたよ。で、その時に初めてハワイを見たんですね。でね、真っ青なね、水平線のね、彼方にね、ほんとちょこんと島が見えたんですよ。なんていうかな、要するに山のトップから見えますからね。ちょこん。で、昔の人は島って発見だって言うじゃないですか。なんだよ、島なんか別に発見とかもな、そこにあるのが当たり前なような感じだったんですが、実際水平線にちょこんと島が見えた時には、まさしく発見なんだっていうことがね、こうなんか実感しましたね。うん。あの時の感動、今でも覚えてますね。まあ、そして高校を卒業されて、うんうん、そして憧れの先生である多田裕光さんですか、うんうん、はい、その方のところに弟子入りをなさって、はい、飛び込みでね、行きましたね。で、とにかく自分で世界を一周しようと、うん、はい、その、まあ、26歳の時ですよね、うん、その当時の世界最年少でご自分で単独で回った時、はい、やっぱり、苦しいことよりは達成感の方が大きかったですか？いや、達成感はね、なか
何があったかっていうと、それまで実は僕2回失敗してるんですね、はい、でしかもその世界州を支援してくれた人は伊豆松崎という小さな町に造船所があるんですね。で僕お金一銭もなかったんですよ。で途方に暮れてたら、その岡村さんが僕を拾ってくれてね、赤の他人ですよ向こうからしてみればね。なんか変な若いのが港に流れ着いたと。で飯を食わしてもらってね、道具や工具全部出してもらって、で職人さんにしかも手伝ってくれて、で半年かけて船を直すんですよ。で世界中と会ってね、意気揚々と出航して、で失敗して帰ってきて、で今度こそ大丈夫だとね、また単価切っていくわけですよ。でまたガム島付近で今度マストがトラブルで引き返してきて、で2回大失敗したんですね。本当だったらね、もう出てけって言われてももう一言もないんですが、そんなね、2回失敗したボロボロの僕をね、とにかくもう何度でもやればいいんだと、ね、地球は逃げていかないからみたいなことをおっしゃって、で3回目でやっと世界一周したんですね。だから成功した時はね、やったーとかそういうの全くなかったですよ。もう本当に今までは街歩いててもすいませんでしたしか言えないんですよ。謝ることしかできないんですね。で3回目でやっと世界一周して、何が嬉しかったかってね、人様にお礼が言えることが嬉しかったです、うん、おかげさまでありがとうございましたと、無事成功しましたと、本当にお礼が言えることってのは幸せだなと、うん、それつくづく実感しましたね。船を操縦するのはお一人だけれど、うん、いろんな方の応援がないとお金もかかることだし、うんうんうん、なかなかそういう実現のきっかけさえ作れないってことなんですね、うん、そうです、やっぱり人ですよ、はい、うん、でも失敗というのはそのご自身だけのもちろん問題ではなくって、やっぱりいろんな悪い条件が重なる時に起こるんでしょうね。そうですね。ただね、失敗は結果論なんですよ。本人は失敗しようと思ってやってんじゃないしね、失敗から学ぼうなんてもう思いませんよ。そんなだったら出る必要ないですよ。その名前考えだったら、あ、絶対に成功するんだって出るんですよ、はい、それでも失敗するんですよ、はい、でも引き返さなきゃならない時あるんですよ。あ、でそこを見極めなきゃいけないんですね。だからできる最善の準備をして、もうこれでいけるんだと、とにかくやれることはやったと、 そうですね、それでいくけれど、うん、やっぱりうまくいかないときはうまくいかない。いかない。はあ、でもそこから立ち直るのが大変ですね。もうコテンパンでしたからね。2回、1回目ってね、まだ元気でしたね。これまたやればいい、謝れば済むことですからね、はい、なんとか。2回目ってはもう同じ失敗だ。もう謝りようがないしね、信用も失うしね。でそれそれはもう2回目の失敗はもう大変辛かったですね、うん、でそれでもなんとか次3回目出なきゃいけないでしょ、はい、それはもう恥ずかしいなんてもんじゃない。2回失敗した僕はまたやらせてくださいと、今度成功しますなんて誰も信じてくれないんですよ。でも言わなきゃいけないんですよね。それはそれは辛かったですよ。だそういうことが体験があるから、成功したところでね、やったとかそういうんじゃなくて、本当にありがとうございましたと、万分の一でも恩返しができたことが何より嬉しかったですね。今度はその多くの人たちと戦うレースというですね、うんうんうん、そういうレースに出ようというのはまたこう違ったお気持ちがあったんですか、うんうん、白石さんに。そうですね、最初の世界一周は自分を試したんですね。自分はどれぐらいの実力あるんだろうと。でいよいよ、まあ、マラソンで言えば完走できたって話ですね。僕には完走できる実力があると。で今度はレーシングになるから、また別次元の話ですね。さらに上の話で、これいかに早く走らせなきゃいけないか。当然速い船が必要ですよね。だからその資金売りだとかチーム体制だとか、まあスポンサーをいかに集めるとか、また別の大変なステージがいくつもあるんですね。だから最初の世界一周から実質8年かかってますね、次のレース出るまで。その大きなレースだけでも何回もなさっているんですけれど、はい、一番その最近ので言いますと2年前、うん、そうですね、はい、2位になられたというね、はいはい、日本人初めてのクラスワン参戦だったんですよ。で僕も、まあ、スポンサー十分ではなかったんですね。結局僕は中古艇で走ったんですよ。で周りはね、片や10億円近く使ってる船があったりね、まあまあ、
勝ちたいと思ったらやっぱ6億円ぐらい使わないと勝てないですね。で僕は2億半ぐらいでしたから、もう倍違うんですよ、資金力が。で船の性能も向こうの方が上ですよ。でそんな連中にどれぐらい通用するかなというのは僕も分かんなかったんですね。まあとにかく恥をかいてもいいから精一杯走ろうと思ったんですけどもね、意外と結果はね、2という成績でいい結果になりましたね。それは驚いてます。それはでもどういうことがその2位につながったというふうに、おそらくね、うちの師匠の教えが良くてね、要するにヨットっていうのはあの西洋のテクノロジーなんですよ、はい、ヨーロッパ中心としたね、そこに東洋の思想で戦うんですね。ほう。でそれがレースの勝因だったかもしれない。それは心構えってことですか？考え方、思想ですよ。で僕まあ氏神様が八幡宮なのね、鎌倉の。でしょっちゅう僕大吉引くんだけどね、大凶よく大凶引くんだな、運苦渋がないんですね。でねその時も行ったんですよ、出航前にね。それで、ね、パッと見てね、あんまりね京都の基地に僕は興味がないんですよ。でそこにね言葉が書いてあるわけ、おみくじにね。その時パッと引いた言葉がね、身に余る重荷車を引きながら急がぬ牛はつまずきもせずって書いてあった。身に余る重荷車を引きながら、重荷車を引きながら急がぬ牛はつまずきもせず、まさにね僕のヨットレースと、要するにねもうクラスワン日本人初出場ですよ。でスポンサーは何億でしょ、弁償できる額じゃないですよ、全て僕の肩にかかってくるわけですね。スポンサーへの責任や仲間への責任で家族への責任ですね。でそれ重荷車ですわあ、でも一歩一歩確実に歩んでいけばね、転ばないでゴールできるよという意味ですよね。でやっぱり早い船は早いですよ。抜かしたいなとかさ、なんとかしたいなとか、レースに勝ちたい気持ちもあるですね。そういう、まあ、欲が出るわけですよ。でもその時にね、もう一回パッと我に返ってね、今のこの体制、実力、船、考えてみれば、そんな、その、1位と同じレーシングしたら負けるし、船を壊すんですよね。体制が違うんですから。だから、本当に、一歩一歩、今回は自分でできる最前線を作ろうと。もう最善を尽くそうと。それは優勝ではないんですね。とにかく表彰台に食い込もうというのが当初の目標だったんで、その目標を絶対ぶらさなかったんですね。だからそれは僕とっても東洋の思想ですよ。で、本当に一歩一歩、ステップバイステップでやってったのが勝因につながったと思いますね。うん、だから、そのヨットの性能であるとかに一番可能性のある目標を設定すると。うんうんうん、要するになすべきことをなすんですよ、はい、そのなすべきことを正確に見極めて、それに向かってシンプルに余計なことを考えずやればいいんですね、うん、それがねとてもなんていうかな、今回のね本当の勝因ですね。なかなかその境地になるということはね、うん、しかもたった一人ですから、やっぱりいろいろなこう迷いが生じたり、そうです、考えが浮かんできたりしますよね、うん、でところがそれ若い時はそれがあったんですよ。でどうなったかとコテンパンにやられたんですね。失敗して2回も失敗して、でその時に実体験したんですよ。人間がいくらね欲を出したところで海には通用しないんだ。所詮人間は人間の欲であって自然とは全く関係のない話なんですね。僕が海に落ちたって海は悲しまないんですよ。喜びもしない、悲しみもしないんですね。ただとうとうと風が吹くんですよ。これが自然なんですね。自然にいいも悪いもないんですね。だから人間の都合、希望的観測で自然を見るべきではないと。はい、なぜかというと人間と自然とは違うからですね。だそこがこう少しずつでも見極められるようになったかな。だからその体力、それから技術力はもちろんですけど、うん、その自分の気持ちをどういうふうに持って
行くかというところがもう、うんうん、そうね。だから今日本の教育でも能力のある人、体力のある人っていっぱいいるしね、それを作り出すこともやってますよ。何に使うか教えてないですよね。あ、要するに能力のある人は悪いことにも使えるんですよ、いいことにも使えるんですよ。で、そのあなたの持った能力、日本が教えるべき教育というのは、じゃあ何のために使うかっていうのはあんまりやらないんですよね。だからそこがね、一番大切な教育だと思いますよ。はあ、うん、白石さんは最近はそういったその教育、うん、そうですね、子供たちといろいろ向き合って、はい、その海でのいろんな体験を重ねながら、うんうん、その人間づくりといいますか、命と向き合うというようなことを大事にしていらっしゃる、うんうん、そうですね。あの、まあ、冒険授業といってね、今ヨットを通じて教育活動をしてるんですが、あの、まず僕のヨットレースは本物の冒険であるということね。要するにヨットレース中に授業するんですよ。で、これがね、成功しましたと、世界一周成功しました、さあ授業しましょうと、これデキレースなんですよ。結果見えてるわけですから、はい、そうじゃなくてヨットレース中にね、子供たちとディスカッションするんですよ、はい、つまり僕は明日死んでるかもしれないんですね。でも優勝するかもしれないですね。で、失敗するかもしれないですね。大怪我するかもしれないですね。海の潜図になるかもしれない。要するに分からないんですよ。だ、それをね、なんか子供たちに実体験してほしくて、まあ、あの、母校である小学校とね、前回、前々回のレースでは一緒に1年間やったんですけどね。はい。ですから、その衛星回線を使っていろんなやり取りをしたり、うんうん、はい、白石さんはどこにいると。子供たちも白石さんと一緒に旅をしているわけですね。うん、世界一周の。そうです。いうことですね、子供たちはまず僕が世界一周しますよって言いに行くんですよ。で、生きて帰ってきたらまた会いましょうねと。1年後に。で、子供たち一緒に勉強して、ヨットって何だろうって。で、どうやって動くんだろう。で、まず太平洋弾だと。1日1マイルだ。1マイルってじゃあ何キロなんだろう。これ数学の授業なんですね。はい、で、今度、風ってなぜ起きるの、これ、気象学ですよね。だから面白かったのは、あの、子供たちがね、僕は日本出航したんですよ。で、サンフランシスコ、あの、皆さん見てるメルカトル図法ですね。平面の地図、はい。で、日本からアメリカって真横でしょ？ところがね、僕の船は上の方走ってたんですよ。だから北極周り。そう、北極の方走ってたんですよ。はい、で、子供たちが、白石さんどこ行くんですかと。なんで右に行かないんですかって言ったんですね。で、僕無線で、君たちね、地球っていうのは丸いんだよと。地球儀持ってきて、サンフランシスコと日本を糸で結んでみなさいってやるんですよ。最短距離を。そしてそれを平面に起こすと、丸く上に膨らむんですね、はい、あ、なるほどと、地球っていうのは丸いんだってことをそこで実感するんですね。要するにギュッと一つを題材にすれば全部が学べるんですね、うん、それがとても良かったですね、はい、で、最初はね、結構お気楽にね、シャイさん頑張ってくださいねとか優勝してくださいねって手紙が来たんですよ。で、ところがいつ日かね、頑張ってる人に頑張ってはないだろうって生徒たちが話し合ったんだって。でね、次の港来たらね、あの、全然違うんですよ。楽しんでくださいねとか、うん、文面が変わってるんですね、はい、ところがいよいよ危ない難病行ったんですね。でもやっぱり頑張ってほしいなと思ったんだって。で、また頑張って、シャイさん頑張って生きて帰ってくださいねってハガキになったのね。言葉は同じなんだけど、最初の頑張ってと2回目の頑張ってはね、意味が全く違うんですよ。より深く本物の頑張ってなんですね。だから、それを僕は子供たちのあの純粋な励ましがパワーになったんですね。要するに生きることが当たり前の世界ではないんですね。仲間も死んでますし、私のヨットの師匠もレース中にね、あの、亡くなったんですね。片は優勝する人もいるんですよ。これが人生なんですね。その、ありとあらゆることが起きるんですね。で、それから、絶対に逃げてはダメなんですよ。で、ヨットの場合はね、死生観が学べるんですよね。何が起こるかわからないから、普段の心構えが大切なんですよと。だから、日々生きていくことが大切なんですよということが、分かってくれればな、と思ったんですね。で、子供たちは僕の本当に夢に向かって命を懸けている、その行動が彼らにとっては説得力なんですね。で、お互いに
本当ね、お互いに世界一周したという、みんなで作り上げた感が、しかも本物のね、はい、ものがあったんだね。これは素晴らしい、なんていうかな、授業でしたね。そして実際に今も、いろいろな海を舞台に、はい、子供たちと体験といいますか、冒険学習といいますか。はい、練習はね、そうやって沖からやり取りをするんですが、日本にいる時は一緒に乗れますんでね、憧れというね、大阪にあるちっちゃな帆船があるんですね、日本丸の縮めたような船なんですけども、それをお借りしましてね、で子供たちを仕事中にバッと乗っけて一緒にセール引っ張ったり、はい、であとねマスト登るんですよ、みんな一番前にバーッとマスト登って作業したりね、そういうもう一緒にみんなでなんていうかな、セーリングっていう海の中に出てね、楽しんでますね、うん、でもちょっと怖い思いもしたり苦労もしたりという。そうそう、それが実体験ですから、海って楽しいことばかりではないんでね、人生も同じですよ、辛い時もあるし苦しい時も重い時もあるし嬉しい時もあるしね、素晴らしい時もあるんで、だそれを子供っていうのは理屈じゃないから体験ですからね、ヨットに乗ってきたらね難しいこと言わないんですよ、ただただ子供たちにやりなさいということだけですね。教室終わると子供たちはどんな声を、うん、そうですね、多分ね、1日2日じゃ変わりません、絶対変わらないですね、そんなもんじゃないんですね、ただ体験をしたことは忘れないです、だから将来こういう体験だなと、辛かったな苦しかったなとか、あそこのマスト登ったんだという一つの大きなね、実体験として心の中残ればなと思います。で、10日乗せれば変わります。確実に変わってきますね、子供たちっていうのは。だから僕の狙いは、子供たちに一流のセーラーになってほしいとか、自然を体験してほしいということではなくて、本当の狙いはね、子供たちの心を磨くことにあるんですよ。心を磨く？磨くんですね。今の教育って足すことばっかりなんですよ。知識ね、こうでああやだよってノウハウを出したりやって、そうするとね、足せば足すほどね曇るんですよ。そうじゃなくてね、取り去るんですよ、余計なものを削るんですよ。そうすれば輝くんですよ。で、人間の作り出したことのない海に連れてって、その中で、もみくちゃにされてね、で本物のなんていうかな、子供たち一人一人が持った本性ですね、それを輝かしたいと。ああ、本来あったその子ならその子の持っているものに気づいてもらうと。だからそういうことを、僕頭を使うなって言ってるんですよ、心を働かしなさいと。で、その心の赴いたところに知恵を足すんですね、はい、でそれが逆になってしまうと行く方向を間違えるんですね。子供のいいところっていうのは経験がないのがいいんですからね。あ経験がね、若いってことは経験のないことなんですよ。つまりピカピカなんですよ。でそこが魅力なんですね。だから知らないからって怒っちゃダメだ。知らないのがいいんだから。だからそこの輝きというのをね、僕はこうお手伝いできないかなというのが、私の冒険授業の本当の真の部分ですね。はい。はい、これからこんなことをしたいというのは、例えば白石さんどんなことが、僕はね、一回でいいから新しい船に乗ってみたいという素朴な夢があります。いつもどうしてもギリギリの予算の中で、いつも中古艇だもんね。もう出航するときにいつも遅れを取るんですよ。うん、人よりいい船が欲しいなんて言いません。人並みの船が欲しい。なので、そのためにやっぱ何億かかるわけですよ。こういう経済状況ですからね。何年先になるかわからないけども、で僕は決して何て言うかな、慌てるつもりはないんですね。やっぱりしっかりした体制、世の中もそうだしね、一人じゃできない作業ですから、今しっかり足場を固めて、でやがてね、その時が来たらね、またいいヨットレースをして優勝を目指して、でそのまた体験をね、子供たちにね、いろいろこう話していきたいなっていうのが私の将来的な目標ですね。ヨットって、でそういうレース年齢っていうのは、年齢というのは特にはないんですか？今ね42なんですが、僕若手ですね。一番強いのは、ね、やっぱ40代後半が強いですね。実績も経験も若さもあるんで、だからまだまだですよ。あと12、3年はね、優勝狙える
年齢ですね。やっぱちょっと55を超えると辛いらしいですね。優勝を目指すためにはね。だからまあ僕はまだまだ、ね、地球3周4周したぐらいじゃまだ経験は足りないんで、これからもっともっと修行を積んでね、将来、もっともっといい体験をしてね、みんなの元気の元になれればなっていうのが私の夢ですね。はい。じゃあまだまだ、海との、まあ、戦いといいますか、海での日々は。そう。まだ修行中の身ですから、今後とも応援をぜひ、よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。どうもありがとうございました。海から学んだこと。お話は海洋冒険家の白石浩二郎さんでした。では音楽です。